はい、いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクでヤスさんからご依頼。ね、マーベルブロンズエイジ。はい、こちらはね、マーベルですから。はい、なのでね、リテンハンスさんの商品ですけど、はい、ヤスさん的にはセーフです。はい、分かっております。でしょ。やっぱりこの時代ぐらいのね、リテンハンスさんよく頑張ってましたからね、こういうアーティスト系商品。ただね、社長に欲がなかった。いろいろできた、もっとね、こう、いろんな提案とかあったと思いますよ。ね。まあでも、いろんなね、こう、ライセンスを取ったりするのは、社長さんね、すごいこう、頑張ってますからね。ゲームオブスローンズとかも、まあ当時はすごいね、騒がれてましたが、まあ日本だとね、1とか2、うん、2入れた時で、なんか1年ぐらいかかってんのかな。それまではなんか、ふーんでした。なんか、半年ぐらい売れねえなーみたいな。やっぱあんま見てないのかなーとか。まだ日本やってないしね。こんな感じでしたから。はい、ちょっとね、全部開けるまで。でもこの商品非常に、クオリティの高いスケッチが多いです。24パックか。まあ、ちょいちょいありますね。うん、まあ、キャラクターの、まあ、いわゆるその人選というかね、対象物になるキャラクター、まあ、スケッチカードのですけど、結構有名なキャラがね、なんか多いですよね。まあ、店長が知らないだけで、マーベルのキャラは。いや、こういう昔のね、層とか欲しいですね。うん。オールドスクールな層のスケッチ。ね。まあ、現代風に描いた方がやっぱりね、うん、見栄えはいいですからね。うん、それも時代の流れですから。よいしょ。はい、じゃあいきます。インサートがちょこちょこあって、でスケッチカードが1枚ですね。プラ板があるんですけど、パラレルでこうね、前のカードにインサートだ。箱1のインサートが3種類ぐらい各キャラクターみたいにあって、であとはこのプラ板のインサート、パラレルですね、レギュラーの。それがあるぐらいね。これね、プラバンそのままねお送りします。ね、これも気をつけないとパッと見ちゃうから。なんかサノスちっちゃくない？普通あんなのなんかでかいイメージがありましたけどね。超でかいイメージですけどね。あ、スケッチ。しかもこれもなんか良さげじゃないですか。ほら。ねえ。うん。なんか胡蝶忍っぽいね。どうだろう。キャラクターわかんない。お、めっちゃいいんじゃないですか。おー、面白いね。いいっすね。うん、ミラーボールの下で。ギターを弾く。わかんない。キャラクターわかんないけど。はい。いや、すごいいいじゃないですか。こういうのってやつはあんま持ってないんじゃない？ね、いつもキャラクタードーンとかね、技出す前ですとか、空を飛んでますとか、あとまあバストアップがほとんどですけどね、なんかいいですね。女性っぽいですよね。うん。ミラーガール。直球すぎますね。ちょっとキャラクターわかりません。おお、いいっすね。やっぱこれね。いいよね。やっぱ程度がいいですね。キャップマね。これは箱1。箱1で何種類か。スケッチ2枚入りとかもたまにありますね。で、パズルスケッチっていうのがなんかホットボックスみたいになってて、どのくらいかな、4、5ケース1ぐらいだったかな、なんかあるんですよね。それはちょっとまだ見てないですけどね。まあ、パズルカードのスケッチカードが入ってますよぐらいですよね。まあ、パズルでもやっぱりね、クオリティがあるから、普通に1枚ものでもクオリティね、いいやつのがいいですよね。あ、これ箱1だ。エレクトラ。これいいっすね。アクションパックのエンボスになって。これいいです。飾れる。ね。よし。ということで。さっきのスケッチカード面白いな。こういうギター弾くキャラクターなんですかね。でローラースケートでね、いや時代を感じますね。今だとローラーブレードとか、あとジェットがついてるやつでしょ。であと30年後ぐらいにはここがジェットになってて、タイヤがついてたら、あ、タイヤついてる時代だったんだみたいな。ね、そうなりますよね。30年後ぐらいにこの動画がまだ残ってたら、なんか店長昭和の人めっちゃウケるみたいな。そうなりかねないですね。はい、ということでね、スケッチカードもいいですね。やっぱりね、アーティストのサインがちょっと見当たらないんですよね。この辺とかにあるかなと思ったらないんですよ。で裏にもないんで、ちょっと作品漁るしかないですね。いやー、どうだろう、どこにもないんですよ。うん。だから、まあ、似たような感じの書いてる人をなんかウェブで探すか、eBay で見るかで。あ、これか。あ、これっぽいよ。ん？アルベルト。アルベルト。アルベルトさんだ。ここに隠してたわ。まるで。ね。うん。いや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 。ね、ここに入れてたわ。すごいですね。なるほど。モナリザかと思いました。はい。ダヴィンチコードということで、ありがとうございました。